クルディスタン労働者党、クルディスタン労働者党、クルディスタン労働者党、トルコ語、カーダスタンイシーパート G、クルド語、パーティアカークロンクルディスタン、PKK は、クルド人の独立国家建設を目指す武装組織。旧称はクルド人民会議、コングラジェル。同組織は二千二年四月に、クルド労働者党、PKK からクルディスタン自由民主会議、K ドックに解消し、 さらに2003年11月15日に現名称となった。これらの解消はテロリスト集団認定を法的に回避することが目的だったと言われている。トルコではこれを踏まえ PKK、コングラジェルと併記する。クルド人はトルコの人口の10から25%を占め何十年も抑圧されてきた。1984年から2013年まで PKK は クルド人の文化的、政治的権利と民族自決権を求めてトルコに対する武装闘争を負った。グループは1978年にアブズラ・オジャランの率いるクルド人学生集団によって創立された。PKK の当初のイデオロギーは革命的社会主義とクルド民族主義の融合であり、クルギスタン地域における独立したマルクス・レーニン、主義国家の樹立を目指していた。しかし、 1999年の PKK 指導者、アブドゥラ・オジャランの逮捕と習慣以降、オジャランは、マルクスレーニン主義を放棄し、完全独立国家樹立の公式な要求を撤回する一方、党組織に、彼の新しい政治考量である、民主的連邦主義、これにはコミューナリズムである、リバタリアン社会主義の原理に強く影響を受けているの、新綱量を取り入れるように指導した。 2007年5月には PKK の元メンバーらがトルコ、イラン、イラク、シリアのクルド人の包括的組織であるクルディスタン社会連合の結成を援助した。2005年の3月20日、オジャランは民主連邦制の必要性について述べ、語るようになった。クルディスタンの民主的連邦主義は国家システムではない。人民による国家なき民主的システムなのだ。それは 自身の権力を人民から得るとともに、経済を含むあらゆる領域での自立に適応する。2013年には PKK は停戦合意を表明するとともに、戦闘員を徐々にイラク北部のクルディスタン地方に撤退させ始めた。これは長年無権利状態に置かれたクルド人マイノリティとトルコ政府の間のいわゆる和平プロセスの一環であった。 2014年、PKK は、シリアとイラクのクルド人居住地域における、アイスセルとの戦闘に600の部隊を動員して、参加し、そのことによって、世界各国に PKK のテロ組織としての地位を再興させることとなった。現在の指導者はムラト・カラユラン、ムーラット・カーレーラン。かつてはトルコが PKK と交戦することが、 クルド人に対する民族弾圧であるとの指摘を受け、トルコの EU 加盟への障害の一つとなっていたが、現在では PKK はアメリカや EU などによってテロ組織定をされている。一方、インド、中国、ロシア、スイス、エジプトなどの国々では PKK はテロ組織として認定されていない。資金源の大半を不法な麻薬取引とヨーロッパに住む。 クルド人による献金で得ていたとされる。かつての支援国は旧ソ連、ギリシャ。現在の拠点はイラク北部のクルディスタン地域とシリア、アルメニアとみられている。PKK という名称は通例、その軍事部門であり、かつてクルディスタン民族解放軍と呼称された人民防衛軍を指す場合にも用いられる。訓練キャンプが イラク北部のカンディール山脈等に存在する。PKK は1973年にアンカラでアンカラ民主愛国主義教育協会として結成され、1978年に現在の組織名となった。当時はトルコ国内で学生運動が盛んだったためメンバーの大半が学生であった。アブズラオジャランを党首とし活動地域をアンカラ周辺から クルド住民が多く住むトルコ島南部へと移動した。同地でクルド人に対する宣伝活動を展開し、特に多くのクルド青年の心を引きつけたとされる。そして、1980年代にトルコ島南部でテロ活動を起こし、標的はトルコ人だけではなく、親トルコ派のクルド人もテロの対象とされた。また、PKK はクルド民族主義だけではなく左翼組織だったため、 右派のクルド民族主義組織、例えば、トルコヒズラとも抗争を繰り広げた。このため、クルド人の間にも多くの犠牲者が出て、トルコクルド人の間からの支持を減らした。その後、活動拠点を国境問題をめぐって、トルコと対立していたシリアとレバノン北部に移動し、軍事キャンプを設立し、テロ活動をトルコ東部から南部、北部にまで拡大した。しかし、 冷戦終結とともに最大の支援国であったソ連が崩壊、またトルコ軍の激しい総統作戦により組織が弱体化し、最終的にはシリアからも追放され、1998年にはオジャラン党首がトルコアメリカイスラエルの情報機関の連携によりケニアで逮捕された。その後は政治部門にあたる数多くの小政党を作り、トルコの地方議会などで PKK よりのクルド人政治家を出した。現在では PKK と関係のあると見られる政党は厳しく制限、監視されている。PKK のイデオロギーはクルド民族のトルコからの独立を求めるクルド民族主義の他に左翼政党でもあるのでマルクスレーニン主義、共産主義を掲げている。2012年終盤にトルコ政府は 停戦をめぐってオジャランと秘密会談を始めた。会談を進展させるため、トルコ政府高官が北、イラクにいる PKK 指導者たちに、極中のオジャランからの手紙を届けた。2013年3月21日、停戦が発表された。4月25日、PKK がトルコ領を離れることが発表された。指揮官であるムラート・カラユランは、 進行中の準備の一環として、撤退は2013年5月8日に始まる。私たちの撤退中のゲリラ部隊は、攻撃、作戦行動、空爆の際は反撃権を行使する。また撤退は直ちに中止されると述べた。半ば自治をしくイラクのクルド人地域は、北方の隣人の考えを歓迎した。平和民主党、BDP は、進行中の撤退を不安に思う市民に、 説明するために、トルコのクルド人地域中で集会を開いた。当主のピナリ・ユルマズは、5月8日は期待と恐怖の日だ、と説明した。私たちは政府を全く信用していない。多くの人々が、もしもゲリラたちが一旦行ってしまったら、トルコ軍が再度私たちを叩き潰すのではないかと心配していると述べた。PKK の戦士集団は計画された通り、 トルコ南部国境からイラク北部国境を越えて撤退した。しかし、バグダードのイラク人指導者たちは、自分たちの領内に武装集団を受け入れるつもりは、ないと、ことした。イラク政府は、どのような政治的かつ平和的な合意も歓迎する。しかし、イラクの治安と安定を損なう可能性がある、武装集団を領内に受け入れることはないと、公式声明は述べた。バグダードと、 クルド自治区はすでに一定の石油生産地域をめぐって反目し合っているため、北、イラクにおける武装クルド勢力流入の見込みは緊張感を高める恐れがあった。PKK の協議では男女を平等に援助し、1990年代の初頭には1万7000人の戦闘員のうち30%が女性戦闘員だった。2007年の現在も1100から4500から 五千の女性兵士がいると見られている。武器の多くは旧ソビエト連邦もしくはロシア製であるがチェコスロバキア、ドイツ、イギリス、アメリカ製の武器も見られる。2007年トルコ当局は PKK とブラックウォーターワールドワイドとの取引を指摘しており北、イラクにてアメリカの軍用車両が彼らに対して武器を供給していたと主張している。この疑惑に対し PKK 側は否定している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。